とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました、ありがとうございます。久しぶりに初期装備で行く縛りプレイをやってほしいということですね。ありがとうございます。初期装備で行きます。アーティファクトは取ります。うん、それで行きますね。初期装備のまま行って、いや、今回厳しいぞ。今回は初期装備相当無理ゲーなような気はしますけどね。どうだ、いけるかな。まあまあまあ、いけるところまではいきますけどね。厳しくなりそうだな。で、また敵の配置が悪い。今回敵の配置が本当悪いな。はい、おいで。よし、 OK。 エンチャントがね、この初期のやつ全然ダメなんだわな。これでいけっていうのが厳しい。いや、でもなんか入れれるやつはあるか。影突はできるね。うん、影突はいけますが、まあまあ、いきまーす。影突か。いや、でもそもそもの火力がないと無理なんだよね。あ、そこをあれか、アーティファクトの力を、ちょっと待って、影火中アーティファクトで倒した敵にもあれは採用されてたっけ。わからん、どうだろう。もしかすると意味がないかもしれないけど、まあいい、行け。よし、まあまだ序盤はね、全然余裕でクリアできるんだけどね。問題は後半から、中盤からか。行け、行きます。とりあえず、あ、影突はもう入れとく。うん、うん、一応一応ね。で、そうね、武器チェーンか。チェーン微妙だな。それならまあ一応ダイナモを入れといた方が役には立つよね。お、ちょっと待って、ソウル系つけてなくてもたまる、たまるか。しゃしゃ、いや無理かやっぱソウル系つけてないとそもそもソウルを吸い込まないんだ。これは残念。よし、終わり。3回クリア。まだ余裕です。まだ全然余裕。これ最後のね、ボスをどうするか。あ、あー、今日のやつだったね。いやいや、厳しいぞ。もうガチで戦うしかないか、あいつは。うん、うん、そうね、ボスに関してはちょっとガチで戦っていって勝ちましょうか、今回はね。よし、終わり。まあまだ余裕がある。13回あたりからきついかな。影の断片、いや、影突しようにもなかなか難しいか。 OK。 あ、やっべ、めんどくさいな。いけ、しゃ、いいね。とりあえず減らそう。まだ敵は湧くからね。おーい、あぶね、やば、普通にやばい。よし、
よー、オッケー。ちょっとずつ行こう。ちょっとずつ行きます。あっぶねー。よし、まだ行けてる。しゃ、やばい、あっぶねー、あぶねー。ちょっと待っときゃいいんだけども、待っとく時間もちょっと惜しいわ。オッケー、あぶねえ。よし、オッケー。いやー、なんかちょっとギリギリだったね。でも行けたからよかった。よし、はい、次だ。何もいらん。いきまーす。で、ここもちょっと、きついよな。きついよね。特にクリーパーが。なんで、これ上で戦ったがいいな。上で、嘘、もう当たったか。いや、当たってないと思ったんだけどな。ちょっと失敗。よし、オッケーオッケー。で、また来るからね。いけ、よし。とにかくクリーパーさえなんとかなればいける。はい、終わり。回終了。いやいやいや、ここで難しいって言ってたらダメだよ。まだ後があるからね。いきます。あー、エンチャント、影凸と、こういう感じかな。あぶね。おっしゃ、あぶな。これやばいぞ。待てよ。よし、ナイス。で、まだいるでしょ、クリーパーが。いや、いなかったか。もう倒した。まだクリーパーがいるかなと思ったんですけど、いない。しかし火力がない。武器火力がもう絶望的だ。厳しいね。しゃ、いって、OK。パワーポーション飲めば、まあ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 いけるか。にしてもきついけどね。オッケー。で、愛のメダル、これ絶対ね。まあ最悪時間をかけていけば、愛のメダルあればなんとかなるのよね。オッケー、任せた。愛のメダル任せた。そうね、今回はもうダブル愛のメダルでなんとかしていこう。愛の、もう一個の愛のメダル何回だったっけ。15、6回にあるんだよね。ダブルでいけば間違いない。まあまあまあ、そのままいきましょう。ここは防具を上げないとどうしようもないので、防具を上げます。 OK。 何がついた、それにもよるなあ。そうか、防具変えれないからクールダウン効かないんだ。そうだ、
しゃあない、このまんま行くしかない、うん、で、まあ、ダイナモだろうね、行きましょう。まあここはいけると。ああ、あんまりノックバックしなかった。OK、 いけバカ野郎、全然ノックバックしてない。ああ、嫌なやつ。よっしゃ、いやいやいや、当て方下手だった。危な、ね、ブラストがね、この次ぐらいで来るのよ。でもなんか火力上げとかないと絶対きついんで、これでいきます。11回か。いや、まだまだ先は長いぞ。いけ、クールダウンも使えないからね。結構厳しい戦いにはなってきてる。よし、 OK、 OK、結構つらい、うん、火力が全然ないもん。じゃあ、まあまあここはアイドルになっていける。よし、倒してる下は大丈夫ね。あれにで、ブラストだけはいらないね。いや、ちょっと待って、いや、いいか、いいか。ああ、ちょっとエンチャンターの書持っていって、ゴーレムっていう手もあるけど、いいや。で、ここはまず、倒していこう。敵が多くなるとちょっと無理だわ。OK。危ねえ、いっとけ。よし、 OK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 、 いや、きついぞ。ナイス、いらっしゃい、けるもんだ。危ねえよ、危ねえよ。あー、とりあえず取ります。鍵取ってきました。はい、終わり。12回クリア。なんか次が絶対きついぞ。次絶対きつい。もう入れるエンチャントもないしね。まあまあまあ、様子を、ちょっと待てって。もう嫌なやつだな。ちょっと待ってよ。とにかくエンチャンターがやばい。 OK、 あのエンチャンターちょっとやばいな。よし、とりあえずエンチャが切れる場所でなんとかしていくしかないか。やばいぞ、やばいぞ、これマジでやばい。よし、いけ、よし、 OK、 あっね、ちょっと待てよ、危ない。これどうすっか。まずエンチャンターをなんとかしないとね。よし、 OK、 ナイス、危ねえ。いけた、13回。まあ時間かかったけどね、いけました。あー、いけるもんだ。何もいりません。これ確実に雷がね出る裏技みたいなのがあれば
ものすごい楽なんだけど。ないもんね。いけ。よし。ナイス。ちょっと待てよ。ここら辺か。あ、無理か。やべえ。火力がもうない。よし。いっとけ。よし。よっしゃ。オーケー。なんとか弓でちょっとは減らしていこう。ちょっと待て。きついぞここ。よし。ここきついな。いけ。よし。いけた。まあまあ愛のメダル様々だ。あれがないときつい。ちょっとでも上げるか。まあ1秒上がるしね。どうせエンチャポイントはもういらないんだ。最新のやつに変えていこう。いやーもう火力がない。いけ。いやもう火力ないわ。これはつらいぞ。よし。きつい。ちょっと待て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 。影からしてこれでなんとかダメージを稼いでいく。よし、いける。この愛のメダルで倒せるね。よし、ナイス。15回クリア。で、あ、愛のメダルね。ダブルだよね、ここは。もうダブルで行くっきゃないよ。うん、ダブル愛のメダルで行くしかない。なんでだよ。よし。あ、弓がまだね、火力があっていける。よし。あー、もう落ちるなって。よし、いいね。いいぞ。いけ。ナイス。いいんじゃない。で、愛のメダルを使っておしまいだ。オッケー。もう矢は取らん。もういらん。うん、420本ありゃもう十分だし、もういいです。いや、このままこれもベストよ。愛のメダル、愛のメダル、影の断片。もうこれベスト。これでいくっけない。なんか早々にさ、一発やられたっていうのは結構痛いな。愛のメダル。ちょっと待って、一番凶悪なやつが。で、そいつを、無理、無理無理無理、ちょっと待って。これはもう、愛のメダル使わないと倒せない。せめてダイナモ貯めとくか。こいつが無理なんだよ。こいつが、こいつに愛のメダルがあればいける。よし、いけ。オッケー。よ
よっしゃー、倒せたね。ではちょっと謎解きしますね。危ない、落ちたけども17回スタートでよかった、よかったわ、危なー。あーでもそうか、ソウルがないわ、ソウルがなかった、マジか。ちょっとこれヤバくないか、ソウルないのはちょっと厳しい気がするんだけど、やばいぞ、これ完全にやばいぞ。ここで姿を消せなくなったっていうのはかなりつらい。やばい、マジか。うわうわ、無理だわこれ、無理だわ。耐久力ももう全然ないし、あぶねえ、あぶな。よし、あミスった。いやきついって。あいつに囲まれたらもうまあまあ終わるしね。いやなんだこの数は、やめろ。あ無理、これ無理。うん、ここはね、まあいけるにしても相当時間をかけてやらないと無理だわ。よし、まあまあ一応挑戦するけどさ、きついな。ソウルがもうちょっとでいける？あ、いやまだか、もうちょっとでね、影の断片使えそうなんだけども、でもうーん、1回2回使えたところでね、あんまり意味はない。いや意味はあるんだけど。よし、 OK、いけ、OK。これでなんとかつなぐしかないんだもん、倒し方が。いやー、よし、いける？おっと、あー、いや、まだいるんかい。よし、オッケー、いけ。いや、まあクリアできたわ、クリアはできた。あ、で、次商人だわ。うん、あれ、どこにいる？残り1体ぐらい多分いるはずなんだけど。あ、いた、あんなところにいたんかい。もう箱はいらないんだけどね。ミスった、俺、待って、影の断片を連発してちゃ、うわ最悪、ボタン間違えた、もうマジかよー。あー、ワンチャン釣り竿でいけんか。うん、釣り竿、あ、いやでもなー、ここは防具なんだわ。うん、ここはね、防具上げないと無理なんだわ。耐久力上げないと、これとてもじゃないけど勝てんから。うわー、ちょっと待って、それなら釣り竿ミスったな。うん、この初期の武器の火力だと倒せんもんね、無理だよ。うわー、これは無理。うん、減らないもん、減らない、敵の HP が厳しい。落とすに落とせんしね、落とせる場所がないんで。ちょっと待てよ、こいつらは倒せる、この雑魚どもは全然倒せるんだけど、ちょっと待てよ、
お前からだ。いや無理。減らない。全然減らない。いや無理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 。よし。待て待て待て。待て。待て待て待て。フィニッシュ。無理か。減らしきれん。よし。ダメ。無理無理。これはきつい。いやー今回の縛りプレイはマジで難しいです。火力となるアーティファクトが少ないので、ここのボスが厳しいなぁ。まあ、確かに武器をね、事前の商人で上げてくると倒せるとは思うんだよね。でも耐えれないんだよな。はい、まあ、とりあえずまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。